グロスローゼン収容所の模型グロースローゼン強制収容所はナチスドイツがドイツ東部のシュレージエン地方に設置した強制収容所である。シュレージエン地方のブレスラウ南西60キロの位置にあるグロースローゼンの町にザクセンハウゼン強制収容所からの囚人の労働キャンプが設けられたのが始まりである。新たな強制収容所の建設が開始され、 1941年秋にグロースローゼン強制収容所として独立した、長方形型の強制収容所だった。厳重な警備、暴行、殺害、飢えなど多くの点は他のなち強制収容所と同じであるが、グロースローゼン強制収容所が特徴的なのは天子広場にあった変わった形の首労の存在であった。この金を使って、 囚人たちに集合などをかけていた。ブレスラウやゲルリッツあたりまで付属の労働キャンプが存在した。中でも花崗岩採石場に借り出された者たちは劣悪な労働状態に置かれ致死率が高かった。ソ連赤軍の接近に伴い1945年2月から3月にかけて撤収作業が開始された。三万人以上の囚人はブーヘンバルと強制収容所。 ドーラ強制収容所、フロッセンビュルク強制収容所、ダッハウ強制収容所などに移送されていった。移送に際してろくに食料も与えられず、大量の死者が出た。1945年5月5日に、ソ連赤軍がここに到着したが、ごく少数の生存者しか残されてはいなかった。ありがとうございます。